皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれてとても嬉しく思います。さて、今週のニュースですけれども、畑育彦さんと西岡勉さん、山田義彦さんの3人が産経新聞からの正論大賞および新風賞を受けました。畑育彦さんは朝鮮半島問題、南京問題、東京裁判、この近現代史について果敢に事実を発掘し、日本のために働きました。西岡さんはご存知のように、この番組にもたびたびお出になって、朝鮮半島問題、慰安婦問題、そして現在の朝日新聞の捏造問題など本当に論陣を張りました。山田義彦さんは日本の海洋研究の第一人者、この番組でも離島の問題や海の問題などたびたび報道してくれています。この3人が正論大賞、そして新風賞を受けました。この番組にもっともっと出ていただいて、大いに活躍をしてほしいというふうに思います。さて、隣の韓国、またもや揺れています。産経新聞の前の支局長の加藤さんが大統領の名誉を傷つけたということで、裁判に訴えられ、その公判はすでに始まっていますけれども、その初公判の翌日に世界日報が、大統領府の人事にチョン・ユンフェという元、これはパク大統領の秘書を務めていた人がたびたび介入していたという、まあ、これは大統領府から出てきた情報を報道いたしました。朴槿惠大統領、これに対して大変な不快感をお示しになって、徹底的に捜査をするようにということを命じたそうです。このチョン・ユンフェさんが、韓国中央検察庁の事情聴取に応じました。そのことでまた韓国の政界が加藤問題から大統領府の問題、チョン・ユンフェさんとパク・クネ大統領の関係は一体どうなっているのかということで大変な騒ぎになっています。加藤さんの裁判にも大いに影響するこの問題、一体韓国でパク大統領の足元で何が起きているのか、今夜はホン・ヒョンさんと語り合ってみたいと思います。こんばんは、ホンさん。こんばんは。よくおいでくださいましてありがとうございました。ですね、ここにちょっとパク・クネ大統領をめぐる、まあ、その人間関係というんですかね、そこをちょっとこの図にしてみたんですね。で、パク・クネ大統領がいらして、このチョン・ユンフェさん、これが問題の、今問題されている方、元秘書、7年間秘書でした。この方が大統領府のその人事にどんどん介入していたということを世界日報が報道したわけですね。で、これを見るとちょっとややこしいんですけども、これ非常にややこしい人間関係になってますね。チョン・ユンフェさんとパク・クネさん、秘書であった。でもこの方は実は産経新聞の加藤さんが書いた、セウォル号が沈没した当日に、大統領が7時間にわたって行方が分からなくなった時に、このチョン・ユンフェさんと会っていたのではないかという疑惑を持たれている人物であるということで、まあ、このようなことで本当に、ね、このお二人の関係は一体どういうものだったのかということでですね、まずその辺から非常にスキャンダラスな感じになっているわけですが、本先生の情報収集ではどういうことなんですか？申し訳ないんですが、私本当はこういう社会部的なことは本当に苦手なんですね。そうですね、はい、本当に、まあ、私も苦手なんですけども、はい、まあ、今の韓国の状況を語るのにですね、はい、やっぱりこれに触れざるを得ないというところがありますね。はい、まずこれ秘書になってるんですが、はい、正式には補佐官でってんですね。補佐官、立法補佐官、はい、秘書は別にいまして、彼は補佐官として秘書室長というふうになっていたんですね。はい、この方今59歳とか60歳ぐらいでですね、はい、これどういう人なんですか？
この人はこのチェ・スンシルさんという方とご夫婦だって、今こう離婚をしていらっしゃるわけですが、スンシルさんとパククネさんというのは同世代で、まあ、なんていうんでしょうか、お友達だったということが言われてますね。はい、ここをちょっと誤解があるみたいですが、はい、パク・チョンイ大統領と、はい、ミワの牧師が協力関係というのは、スンシルさんのお父さん、はいはい、それは実は反対ですね。ここ協力関係と書いたのはですね、まあ、この方が牧師さんがパク・チョンイに取り入って巨額のその富を得たというような報道が溢れているんですね。まあ、何らかの関係があった。これはもう全くの、はい、全くの事実無根だと。事実無根、はい、パク・チョンイ大統領じゃなくて、うん、彼はもともと詐欺師だったんですから。詐欺師、そうです、詐欺師です、はい、牧師さんの詐欺師、牧師さんの詐欺師ですから、はい、詐欺を働いて、うん、まあ、そういうことをやったと思うんですね、うん、パク・チョンイのなんとか異性を借りてとか、うん、パク・チョンイ大統領、元大統領の直接的な協力関係などはもう全然なかったと、うん、はい、それはもうパク・チョンイ大統領の時代、はい、パク・チョンイ大統領の転機などを読んでみればよく、はい、そのことは事情が分かりますから。なるほど、まあ、この問題の難しさは実はパク・チョンイ元大統領と変な人物の牧師さんが協力関係で、パク・チョンイ元大統領の協力で、まあ、大きな富を作ったという、うん、例えば そこからが間違いなんですね。そのこと自体も間違い、その自体が間違いです。なるほど、それはパク・チョンイ大統領とは関係のない話です。この牧師とですね、実はパク・クネ大統領が、その信頼関係にあったといいますかね、パク・クネ大統領がいろんなことを相談していたという情報もあるんですけれども、それはどういうことなんですか？だからちょうど最初、会うのが、はい、パク・クネ大統領の何ですか、母リク・エイシューさん、はい、ムギョンス中心が、はい、北が送った刺客によって、はい、亡くなった、はい、その直後ですね、はい、でだから彼は牧師はこれを利用したんですね、チョンワデを、青瓦台を、ね、そうです、はい、フォーストレイディを対抗していた、パク・クネさんを利用したんですね、彼が。お母様が暗殺された後、パク・クネさんはお父様と一緒に お嬢さんでいらっしゃるけれども、事実上ファーストレイディの役割をしていた、はい、それをこの牧師が利用した。利用したんですよ、全国的に、亡くなる前のユ・ギョンスさんがやったような、いろんなそういう活動を自分が融資を受け継ぐ。言論テレビからのお知らせです。言論テレビでは有料会員を募集中です。会員になっていただきますと、桜ライブ君の一歩が明日を変えるの収録動画や桜井キャスターの講演動画をいつでもご覧いただけます。さらに桜井キャスターが書き下ろしたメールマガジンや、これまでに週刊誌などに発表したコラムもお読みいただけます。コンテンツをご覧いただくためには正会員登録をしていただきます。会費は月会費が972円、年会費が1万800円に変わります。詳しくは言論テレビのホームページでお確かめください。今年から新しく桜会員を設けました。年会費一口10万円です。桜会員の皆様には正会員のサービスに加えて、桜井キャスターのサイン入り新刊本をお送りしたり、イベントへのご招待など様々な特典をご用意させていただきました。言論テレビは皆様にご負担いただいた会費で事実に基づく情報を発信し、正しいと信ずる論陣を張るインターネット放送局を運営しています。多くの方々のご入会をお待ちしています。上下春秋の、ね、役目は、朝日新聞と NHK と岩波書店をウォッチすることだと、これが文藝春秋の大きな役目だと、こうやって
名編集長花田和義が登場します。タイトルは花田編集長の右向け右、ウィル場外論戦です。5月23日金曜日夜10時からの配信開始です。朝日新聞は赤旗とね、はい、本当昔ね朝日新聞はね、日本のプラウダかっていうね、ありましたね、記事をやったことがあります、文藝春秋で、はい、今はね、もう赤旗と同じ、でも朝日は公正中立な、大新聞、客観的中立性を保ってどこ行ってんだよ、はい、それ何でもないの、客観性も中立性も、対談ゲストは月刊ウィルの執筆陣をはじめ豪華なゲストが登場します。第1回ゲストはなんと桜井よし子さんです。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。私も苦手なんですけども、はい、まあ、今の韓国の状況を語るのにですね、はい、やっぱりこれに触れざるを得ないというところがありますね、はい、まずこれ秘書になってるんですが、はい、正式には補佐官でって言うんですね、補佐官、立法補佐官、はい、秘書は別にいまして、彼は補佐官として秘書室長というふうになっていたんですね、はい、この方今59歳とか60歳ぐらいでですね、はい、これどういう人なんですか。このチェ・スンシルさんという方とご夫婦だって今こう離婚をしていらっしゃるわけですが、スンシルさんとパククネさんというのは同世代で、まあ、なんていうでしょうか、お友達だったということが言われてますね。はい、ここちょっとちょっと誤解があるみたいですが、はい、パク・チョンイ大統領と、はい、牧師が協力関係というのは、スンシルさんの、はい、それは実は反対ですね。ここ協力関係と書いたのはですね、まあ、この方が牧師さんがパク・チョンヒに取り入って巨額のその富を得たというような報道が溢れているんですね。まあ、何らかの関係があった。これはもう全くの事実無根だと。事実無根、はい。パク・チョンヒ大統領じゃなくて、彼はもともと詐欺師だったんですから。詐欺師。そうです、詐欺師です。はい、牧師さんの詐欺師。牧師団の詐欺師ですから。はい、こんばんは、桜井よし子です。毎週金曜日夜9時生放送です。桜ライブ、君の一歩が明日を変える。今夜もお目にかかれてとても嬉しく思います。さて、今週のニュースですけれども、畑育彦さんと西岡勉さん、山田義彦さんの3人が産経新聞からの正論大賞および新風賞を受けました。畑育彦さんは朝鮮半島問題、南京問題、東京裁判、この近現代史について果敢に事実を発掘し、日本のために働きました。西岡さんはご存知のようにこの番組にもたびたびお出になって、朝鮮半島問題、慰安婦問題、そして現在の朝日新聞の捏造問題など本当に論陣を張りました。山田義彦さんは日本の海洋研究の第一人者、この番組でも離島の問題や海の問題などたびたび報道してくれています。この3人が正論大賞、そして新風賞を受けました。この番組にもっともっと詐欺を働いて、まあ、そういうことをやったと思うんですね、パク・チョンヒのなんとか威勢を借りてとか、パク・チョンヒ大統領、元大統領の直接的な協力関係などはもう全然なかったと、はい、それはもうパク・チョンヒ大統領の時代、パク・チョンヒ大統領の転機などを読んでみればよく、そのことは事情が分かりますから、まあ、この問題の難しさは実はパク・チョンヒ元大統領と変な人物の牧師さんが協力関係で、パク・チョンヒ元大統領の協力で、まあ、大きな富を作ったという
例えば そこからが間違いなんですね。そのこと自体も間違い、その自体が間違いです。なるほど。それはパクチョニ大統領とは関係のない話。あのこの牧師とさん、牧師とですね、実はパククネ大統領が、その信頼関係にあったといいますかね、まあ、パククネ大統領がいろんなことを相談していたという情報もあるんですけれども、それはどういうことなんですか？だからあの、まあ、ちょうど最初、まあ、会うのが、はい、あのパクネ大統領 の、 なんですか、母リク・エイシューさん、はいはい、ウギョンス中心が、はい、あのまあ、北が送った刺客によって、はい、あの亡くなった、はい、その直後ですね。はい、だから彼は牧師は出ていただいて大いに活躍をしてほしいというふうに思います。さて、隣の韓国またもや揺れています。産経新聞の前の支局長の加藤さんが大統領の名誉を傷つけたということで、裁判に訴えられ、その公判はすでに始まっていますけれども、その初公判の翌日に世界日報が大統領府の人事にチョン・ユンフェという元、これはパク大統領の秘書を務めていた人がたびたび介入していたという、まあこれは大統領府から出てきた情報を報道いたしました。パク・クネ大統領これに対して大変な不快感をお示しになって、徹底的に捜査をするようにということを命じたそうです。このチョン・ユンフェさんが、韓国中央検察庁の事情聴取に応じました。そのことでまた韓国の政界が加藤問題から、大統領府の問題、チョン・ユンフェさんとパククネ大統領の関係は一体どうなっているのかということで大変な騒ぎになっています。加藤さんの裁判にも大いに影響するこの問題、一体韓国でパク大統領の足元で何が起きているのか、今夜はホン・ヒョンさんと語り合ってみたいと思います。こんばんは、ホンさん。よくおいでくださいましてありがとうございました。ですね、ここにちょっとあのパク・クネ大統領をめぐる、まあ、その人間関係というんですかね、そこをちょっとこの図にしてみたんですね。で、パク・クネ大統領がいらして、このチョン・ユンフェさん、これが問題の今問題されている方、元秘書、7年間秘書でした。この方が大統領府のその人事にどんどん介入していたということを世界日報が報道したわけですね。で、これ見るとちょっとややこしいんですけども、これ非常にあのややこしい人間関係になってますね。チョン・ユンフェさんとパク・クネさん秘書であった。でもこの方は実は産経新聞の加藤さんが書いた、あのセウォル号が沈没した当日に、大統領が7時間にわたって行方が分からなくなった時に、このチョン・ユンフェさんと会っていたのではないかという疑惑を持たれている人物であるということで、まあ、このようなことで本当に、ね、このお二人の関係は一体どういうものだったのかということでですね、まずその辺から非常にあのスキャンダラスなあの感じになっているわけですが、本先生の情報収集ではどういうことなんですか？あの、申し訳ないんですが、私本当はこういう社会部的なことは本当に苦手なんですね。そうですね、はい、本当に。